岡ソフトバンクホークス、今夜の先発は大隣です。大隣も今シーズン2度目の先発マウンドということになります。今日最初のバッターボックス、ペーニャを迎えます。ここも3球目、鶴岡も外に構えます。ショートゴロになりました。バットの先でした。今宮から一塁で捕に送られてスリーアウト。じゃあアクシデントだと思うんですけどもね。一塁ランナーはダイソーの山崎浩二。さあこれで2アウト満塁でバッターボックスは阿部です。まあ、今日もスタメン出場の阿部にこの第2打席いいところでバッターボックスがやってきました。初球打ちはショートが下がって今宮がこのボールを使いました。今のバットが止まったというところも状態良しと。そうですね、見ていいですかね。ただこれファーストベース空きましたよね。あ、そうですね。でフォアボールになってもっていう気持ちがちょっと余裕が できましたよね。外側レフトへ。しかしレフト内川がこのボールを掴んでスリーアウト。ちょっと最後は照明が目に入ったんですかね、内川。いや、あのね、本当火の出るような当たりだったんでボールがものすごく伸びてきましたよね。あ、なるほどね。いいかもしれませんね。サードゴロになって松田は一塁へ、際どいタイミングですがアウト。一塁間に合いました。悔しがります、肘沢。いい当たりだ、左右間の真ん中。さあ、セーフランナーをどうする。三塁を待ってる、止まった止まった止まった。この場所のコーチは止めました。これでは仕方ない。まあ仕方がないですよね、これだけの外野手のポジショニング。でもこれソフトバンクからするともう1点勝負って決めたんでね。の守備体系っていうのは外野守備走塁コーチだけではなくて、これは監督の判断なんですよね。はい、コーチが監督に気に入って。そして外野をどの位置に守らせるか。さあ満塁で佐藤ピッチングコーチがマウンドに行って工藤監督出てきましたね。ここで大隣を降板ということになりました。2打席目の内容で3打席目の内容ってことを考えると、はい、この状況ではやっぱり島対大隣よりも次のピッチャー対島っていうことを選んだと思うんですよね。ここで大隣はマウンドを降ります。工藤監督はここで2番手ピッチャーマウンドに上げました。6回と3分の2、まあ、2アウト満塁でマウンドを降りました。今夜の大隣です。128球という球数。